スノーマン佐久間大輔が狂気のストーカー演じるマッチングエメの新曲とコラボ映画のシーンを収録したリリックビデオ公開6月からエメワンマンライブツアーエメスリーニーツツアー2024を開催土屋太鳳が主演を務めスノーマン佐久間大が狂気のストーカーを演じる新感覚サスペンススリラー映画マッチング本作よりエメによる主題歌 800とと映画とのコラボミッドナイトスワン20年の内田栄二が原作脚本監督を務める本作はマッチングアプリによって増えた出会いの裏に仕掛けられた恐怖を完全オリジナルで描くサスペンススリラーウェディングプランナーとして仕事は充実しながらも恋愛オンチな主人公林花役に土屋太を和花とアプリでマッチングする狂気のストーカー長山智ム役に SnowMan の佐久間大介 和花に思いを寄せるマッチングアプリ運営会社のプログラマー影山豪役を金子信明が演じる。本作の主題歌を担当したのは、一度聴いたら忘れられない、深みのあるハスキーボイスが話題の女性シンガー a m e a 2022年1月に発表したテレビアニメ、鬼滅の刃遊郭編オープニングテーマ、残響参観は、ビルボードジャパン2022年年間総合ソングチャートでは総合首位を獲得し、 11月8日付のビルボード・ジャパン・チャートにて、ストリーミング累計4億回再生を突破。さらに、ミュージックビデオは YouTube での再生数1.8億回再生を超え、2022年の第64回日本レコード大賞特別賞受賞、第73回 NHK 紅白歌合戦にも初出場を果たした。